ラバンクドロアは神奈川県横浜市中区山下町に所在する結婚式場である。1921年にロア銀行横浜支店として建設され、1923年の関東大震災や1945年の横浜大空襲も耐え抜いてきた。横浜で唯一現存する外国資本の銀行建築の意向である。1921年に ロア銀行横浜支店として建設された。ロア銀行は1926年に日本から撤退、その後 j h モーガン設計事務所1928年に横浜市がス局1935年よりドイツ領事館として使用された。第二次世界大戦後は新中軍が使用し、1959年からは横浜入国管理事務所となる。 1978年から1996年まで計、友病院の別館として使用されたが、同院が横浜港未来21地区に移転した以降は、県が所有する空き家となっていた。2005年に民間事業者による県、有地の活性化に向けた公募が行われ、大和辞書が選定された。2010年7月から2011年8月まで1年余りにわたる、 外壁修復や耐震工事の後、運営会社である株式会社ワールドサービスにより、2011年9月に結婚式場、ラ・バンクド・ロアとしてオープンした。ロア銀行は1910年に、ロキヨシ銀行とソシエテジェネラル市会社の北方銀行とが合併してできた銀行であるが、ロキヨシ銀行は1902年に横浜支店を開設していた。 本ビルにほど近い中区役所そばの大山橋通り沿い地図で神奈川県立歴史博物館同様ドームを設けた華麗な建物であったが関東大震災で損壊。長らく半地下部分が残っていたが1987年に取り壊された。本ビルが建設されたのはレンガ造りから鉄筋コンクリート構造へと移り変わる過渡期であり、両構造が混在する。 バロック様式の建物をコンクリート作りで建設した初期のものと考えられ、横浜で最後に建設されたバロック建築である。他の銀行建築に比べ、個々の装飾が大きい点が特徴的である。ギリシャ風の日本の円柱やエントランスのハフ等の外観内部の大遺跡の階段は、結婚式場へとリノベーションする際にもそのまま残され、ロア銀行当時に使用されていた金庫は、 ギャラリーとして活用されている。2006年11月1日に横浜市指定有形文化財に指定され、2013年度には横浜市都市整備局より第6回横浜人町デザイン賞を受賞している。ありがとうございます。